こんにちは、バーチャル古典オタクの萬周波です。今回は紫式部についてお話ししていきます。紫式部といえば源氏物語の作者として有名ですが、それ以外はあまり知らないという方が多いかもしれません。中宮彰子に仕えた女流作家ということで、同じように定子に仕えていた清少納言と比べられることが多いですね。紫式部は実はとってもネガティブな女性だったんです。彼女の著書紫式部日記を読むとそのことがよくわかります。人間関係の悩み、将来への不安、他の女性たちへの厳しい批判と、とにかくいろんなことに頭を悩ませ、ひたすらネガティブになっていく紫式部の姿を見ることができます。彼女の父親は藤原為時といい、優秀な漢詩人であり学者でした。父親の影響で紫式部は子供の頃から漢詩に触れる機会が多くありました。ただどんどん賢くなっていく紫式部に対して、父親は常にお前が男だったらよかったのにと言っていたようです。この時代は女性が知識をつけることは良しとされていませんでした。彼女のネガティブさは父親の影響が大きいかもしれません。そして紫式部の夫は藤原信孝という人物です。二人は年が離れていて、結婚からわずか2年で死別してしまいます。二人の間には藤原の片井子という娘がいました。またの名を第二の三味と言います。彼女の和歌は百人一首にも取られていますね。紫式部は夫と死に別れた寂しさを紛らわすために物語に没頭するようになり、源氏物語を書いたと言われています。はじめは趣味で書き始めた源氏物語でしたが、瞬く間に評判は広がり、やがて藤原道長の耳にも届くこととなります。道長は自分の娘彰子を一条天皇に嫁がせていました。一条天皇は清少納言が仕えた定子が嫁いだ天皇です。一条天皇は定子のことが大好きでしたが、彼女は24歳という若さで亡くなりました。定子を失った天皇はとても悲しみます。彼は彰子とは仲が良くなかったようです。それを知った道長は、定子には優秀な家庭教師である清少納言がいて、漢文の教養と知識があった。そのため一条天皇とも話が弾んでいた。我が娘彰子にも優秀な家庭教師をつけようと思い立ち、お声がかかったのが源氏物語の作者である紫式部でした。一条天皇が源氏物語のファンだったので、その作者がいるとなれば天皇も彰子のもとに通うようになるのではないかと考えたためとも言われています。道長から多大な期待をされていた紫式部はさぞプレッシャーを感じていたことでしょう。加えて頭の良い女性は他の女性から目の敵にされる時代、清少納言はうまく切り抜けていたようですが、ネガティブな紫式部は同僚からいじめを受け、なんと5ヶ月にわたり出仕せず引きこもり状態になってしまったのです。とはいえ、いつまでも出仕しないままというわけにもいきません。そこで紫式部が編み出した処世術は、なんとバカなふりをするというものでした。漢文なんて何も知らない、自分には何もわからないとバカなふりを演じたといいます。さすがに周りも信じなかったとは思いますが、面白いと思われたのか、頭の良さをひけらかさない人柄が好かれたのか、どうやら同僚とはそこそこうまくいったようです。それでもやっぱり紫式部を妬む人はいたようで、一条天皇が賢い紫式部にぜひ日本書紀の講義をしてほしいと褒めたため、左衛門の内侍に日本義の局というあだ名をつけられ、悪口を言いふらされたそうです。このあたりの話は紫式部日記に記されています。彰子に仕え始めてから書かれたのが紫式部日記です。日記とありますが、主な内容は彰子の出産についてです。清少納言の悪口を紫式部が書いたのもこの紫式部日記の中でした。ですがこれは紫式部の個人的な感情で書かれたものではないようです。紫式部が彰子に仕えていた時にはすでに定子も清少納言もいませんでしたが、枕草子によって定子の後宮がいかに華やかだったかというのが世間に広まっていました。道長にとってはあまり喜ばしくないですよね。
子の後宮のイメージを下げて彰子を持ち上げること、これが紫式部の役割だったと考えられます。とはいえ、自分は賢いことを隠して生きているのに、知識をひけらかしてちやほやされていた人たちが憎いという気持ちはあったようで、加えて清少納言は枕草子の中で紫式部の夫のことを批判しているので、個人的な恨みはありそうですね。紫式部日記にはこんな話も記されています。有名な歌人である藤原の金刀が酔った勢いで紫式部に、この辺りに若紫はいませんかと声をかけました。それに対し紫式部は、光源氏に似た人もいないのにどうして紫の上がいるものかと思って無視したそうです。若紫、紫の上というのは光源氏の恋人です。金刀と紫式部は恋仲だったのではとも言われていて、真偽は不明ですが、これを読むと金刀に言い寄られても、光源氏ぐらいかっこいい人にしか興味はありませんとあしらっているように思えますね。紫式部の名字は藤原なので、もともとは藤式部と呼ばれていました。式部は父親の役職に由来しています。金刀に若紫と呼びかけられたことが影響しているのかどうかは分かりませんが、源氏物語が有名になったこともあり、ヒロインの名前を取って紫式部と呼ばれるようになったようです。彼女の本名ははっきりしませんが、一説では藤原の香織子ではないかとされています。百人一首に紫式部の和歌が収められています。巡り合いて見しやそれとも若沼に、雲隠れにし夜の月かな。久しぶりに会った幼なじみとのんびり話す間もなく、慌ただしく別れてしまった時に読んだものです。彼女は昔の友人を懐かしんでいましたが、時間が経って環境が変われば人の心も変わってしまうものという悲しみを抱えていたようです。源氏物語は大人気ですが、人柄は知られていない紫式部のことを少しでも知っていただけたでしょうか。とにかくネガティブな彼女にとって平安時代の後宮は生きにくかったかもしれませんね。そんな場所にいながら必死に自分の居場所を築き上げていった紫式部に少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。